ミスティは日本の女性歌手、島谷瞳の9枚目のオリジナルアルバム、2018年11月28日にリリースされた。本作はリバイバル中の1980年代から1990年代のサウンドを意識したシティポップスを全面に出している。ミスティというタイトルとアルバム全体のコンセプトについて、島谷自身は次のように紹介している。 アルバムタイトルのミスティー。これは溢れんばかりの感情、潤い、涙、もや、何か霧がかったように見えるもの、曖昧さ、不確かなもの、まだまだ未完成な、流れていくとき、満たされている、時間、女性としての潤い、エトセトラ。そんなイメージから私が考えついたものです。アルバムに収録される予定の曲たちは、そこから組み取れる、 様々な感情を表現しています。寒い季節のリリース。心温まる楽曲たちになっていることを願いながら制作いたしました。私もまだまだ初めての経験、チャレンジをこのアルバムの中でいたしております。島谷人見島谷が自らアルバムタイトルを決めたのは本作が初めてである。トレッサ横浜でのリリースイベントリード曲のビバーチェは ラテンテイストのアッパーな曲で、島谷によると、アルバムの中で一番元気のある、明るいダンサブルなナンバーとなっており、ミュージックビデオでは、リシも、USA を大ヒットさせ再ブレイクしていた、ダパンプの友が振り付けを行った。友は、曲のキャッチ、佐藤島谷が持つしなやかさが生きるよう、米国で流行している、ハーレムシェイク、ミリーロックダンス、そして、 tiktok で流行っているダンスを融合させたと語っている。本アルバムの発売を記念して約12分のショートムービー、ミュージカル、ショートムービー、ミスティが取り下ろされ、ギャオで配信された。これは同年の夏に話題となった映画、カメラを止めるな、に主演した浜津孝之とその主題歌を歌った山本まゆみが出演し、 長回しの1カットで撮影された作品で、島谷はカップルの二人の恋模様を見守る女親役として登場する。ミスティビバーチェ、ゴールデン・レディー・ジェントル・レーン・ラブ、シンデレラ・フラジャイル・ザ・ブライト・サイド・シャボン・ビバーチェ、ミュージック・クリップ・ゴールデン・レディー・ミュージック・クリップ・ビバーチェ、ミスティスペシャル・ムービー。ありがとうございます。